はいどうもトレマイです。今回もちょっと風邪ひいてますが、今回は視聴者の皆様にアンケートを取ってコンボ数に隠された意味を持つ曲をいくつか紹介していきたいと思います。冒頭の説明でよくわかんないよっていう人向けに例えると、発電電池の総コンボ数は2021コンボなんですよね。これはマジカル未来のテーマソングだった発電電池をもじって2021とフルコンボ数の2021をかけてるということです。といった感じでプロセカにはね、コンボ数に隠された意味や遊び心があるのが多いので、それらをいくつか紹介していきたいと思います。まずは悪の滞在シリーズから2曲、まあ、これは結構有名かもしれないんですけど、悪の娘と悪の召使いのフルコンボ数が全難易度で一致してるのはご存知でしょうか。これに関してはおそらく原作の悪の滞在の2人の関係性を示唆している部分でフルコンボ数値に表したのかなと思います。リンリンがね双子だとよく勘違いされている設定も、この悪の滞在の設定から解釈を勘違いしてしまっている人が多いようです。みんな大好き88、まあ、これはね曲と本当にコンボ数にはいろいろ隠された意味なので説明していきます。88の面白いところが、すべての難易度の下に行けたが88になっていることですね。これともう一つ、サンキューミュージックもコンボ数の下に行けたが39になっていて、まあ、結構遊び心が感じられるかなと思います。また88の名前の由来なんですけど、星座の数とピアノの鍵盤の数が88個、この2つが結構有力なんですけど、いろいろ諸説あります。他にも知ってる方いたらコメントしてください。トリコロージュ、このトリコロージュのフルコンボ数に隠された意味を知っているのは皆さんご存知でしょうか。トリコロージュのフルコンボ数999、この999はなんで1000ではないのか、この999という数字は何を表しているのか皆さんご存知でしょうか。結構面白い説があったのが、まあ、これは奏の救いたい曲、満点を100点とするならその救いたい曲を作れていない、満足感が満たされていない、まあ、これは25メンバー真冬を中心にみんなを救いたい曲を作りたいけど救える曲を作れていない、金の心情をフルコンボに表しているという説があって、運営の秀逸なフルコンボ調整を感じました。これも一つの説なんですけど、ジャックポットのフルコンボ数767、これ何を表しているかというと、この数字自体が真冬を表している数値と言われているのはご存知でしょうか。ちょっとここからはメインストーリーを見てないとわからない部分も含まれるんですけど、真冬は人から見ればもう成功した人間、友達や家族から見た姿は完全な存在なんですよね。外から見た存在は完璧な存在だが、しかし真冬自身は欠点があり、この数値を表す部分が767となっている。777完璧な存在ではなく、真冬自身が欠けている存在として767の数字が欠けられているというのがすごい面白かったなと思います。あとはね、なんかカジノの用語777の大当たりも欠けられている説がありますね。今の曲は深掘りできる部分で話したやつです。純粋にフルコンボがおしゃれに決まっている曲も紹介していきます。まずはスイートマジック、これは総フルコンボ数が1224で、これはクリスマスの日になっていますね。次はメリューなんですけど、これ結構面白い意味があって、歌詞にもある通り、これは君が亡くなって孤独になった僕の歌、細かく砕くとお悔やみ申し上げる、悔やみ893悔やみとこの悔やみをかけてるんじゃないかっていう説がありました。これは僕そんなに合ってるかなと思ってないんですけど、移ろ仰ぐマスターのフルコンボ数が秋との誕生日と一緒っていうのがありましたね。個人的にめっちゃ驚いたのが、神のマリマリのフルコンボ数11が幸運に向かうという意味らしくて、これをなんかね111っていうのをエンジェルナンバーっていうらしいんですよね。まずそんなエンジェルナンバーなんて数値があったことに一番驚いたんですけど、これと合わせてるらしいです。あとは一番有名なのが千本桜のフルコンボ数1000、千本の桜を示唆してるんですね。皆さんいかがだったでしょうか。他にもね、多分コンボ数の意味だったりフルコンボ数の意味などあれば、ぜひコメント欄にねコメントしていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ちゃんとファンにしてよ。